になります。 TFA ボリューム20終了後のお礼メッセージになります。出演されました皆様です。2022年8月6日土曜日、マンホール浅草橋にて開催されましたDFA ボリューム20のタイムテーブルになります。ハッキンジャーフロムリツロルさんというネーミングにて19時頃からの出演を予定されていらっしゃいました。10月21日大会出演予定の皆様です。10日と17日に予定されていらっしゃいます。出演されました6名の方々になります。綱さんと白さんは9月23日実施予定の SGR に出演予定となっていらっしゃいます。公式から告知されました出演内容になります。9月16日に出演予定となっていらっしゃいます。リツドルフェスボリューム3開催決定、
10月15日という告知内容です。